さあ、ただいま、トロフィー2011スーパーストツ X 予選ファイナル、スタートです。よろしくお願いします。はい、はい、スタートをしてください。ワッピー側は、超高度人、宇都宮でプラス長時間、ロンキュー対、スピー側のアイマツが、これは取ったそうですね。はい、磯崎さんの方は左クリア満点、下面から投げる。さあ投げて、どんどん上取ってない、どんどん上が浮きに、はい、ここ投げる。じゃあ上がこのように持っていく。ここになるとロックです。さあ、ここからはキャビンのエクス、あと、アドバテ上がりに入って、さあ、バックジャンプにしっかり大キャノン。さあ、一歩取る。アドバテ、あと、これは強い。さあ、これは無理はしない。さあ、ロッキーは3分くらい前なんですか。よく見るようになった、これからさ。あと、シュアシーってかっこいい、これ。よく見るな。たまると見て、入れ込み。はい。走りたい。これで、一気に走る。今、振りはしない。さあ、あの、どう？これは逃げて、あそこから。これを、あの、あの、ドアドアのうち。素晴らしい、素晴らしい、しっかりせよ。さあ、ダイキック頑張る。おっと、惜しい。ガシャル繋がって、繋がってないけど、フルーが決めて、飛びたら、おっと、フルーが勝つか、これは一発かな。多分、もう、見てからじゃないですか。入れ込みで、何でも返せると思ったのかな、あれは。さあ、両ランキーはいい勝負。色はちょっとなんか引きたい色ですね。それから、おっとちょっと遅い。さあ、この勝負はまあどっちかというとザンキーで戦える方のキャラなので、なんと勝ちたいところ。さあ、さあどうで、リードしてるのはわずかにザンキー、よく中盤とも見えます。直接シングル、さあ、しっかり耐えてましたよ。空振りを見てたら何だろう。さあ、こうなるときつい、差し込み。さあ、戻りに、ダブルの終わり際に波動を置くという感じでしょうか。これ、残業、もう前に出て、ダブルに当てるしかないですね。で、飛びは耐えてましてる。これで上がったな、多分処理か。ランキング側のチャンスはあるんですが、なかなか低い受けないのよ。さあ、いいな、入って足、ちょっと今のは最後は、シワシ、あ、シワシいいですね、あの、下がってますね。足、受けたら超チキン、これジャンプか、しかもチキン優しい。さあ、アップする。さあ、このカード、おっと当たった、おっと当たった、立ち返し、起き上がり立ち返し、大返しか、大返し、さあ、大返し、大返しと。さあ、セロテープが上から出てきてうめえなって言ってるのがちょっと気になりますが、さあ、残ってるラケットチュンリースキル大パンチだと思うんですよ。さあ、ブリグの超人剣、さあ、ケンジのアンテムはないっすよ。さあ、超人剣は頑張ってケンジ使いなのに、結構地に足を使ったよ。無茶はしないよ、話があります。まあ、最近のライドってなんかあの、あんまバックしないよ。エクスやる人は結構、ああ、おっと、見てたのか、東京ダメ、そういうふうに言ったら終わりだから。
白隊チーム。あ、応援団来てるらしいですね。応援団、白？あ、はあはあ。なんかちょっとイメージは変わったような。応援団多い。さあ、白隊なぜか人気があるぞ。 構成員が多いんですね、白虎隊は。1Pが、チョコエド・フジミで、 2Pが、白虎隊と。さあ、リーダーは相変わらず眠そうな顔してますが。きついな。バイソンと DJ とリュウ。対してリュウ、サガット、レガ。 先方申告は、しましたか？じゃんけんしてない？じゃんけんした？じゃんけん、じゃんけんしてください。じゃんけん。勝った、次に決まってんだろ、お前。あっちっす。長尾さんに、申告ということで。 はい、実況ですよね。してます、します。もし決まったら、はい、OK です。さあ、先方は？サガットっぽいね。まあ、もうサガットがステージだよね。
さあ、応援団が。あ、隣に座ったらどうですか。はい、前の方しゃがんでもらえればと思います。さあ、龍は、福さんですね。さあ、ワンピンが割れてる時には、四季が言ってるそうです。さあ、タイヤ2で、ラスト読んでから、アップ上がると、シールが高い。飛び、さあ、1、8秒キックで、さすがに大振りにシールが出ると。分かってるな、おばさん。さあ、どうだ、ワンピンが投げた。さあ、投げられてからな、ちょっと怖い。まあ、でもさすがに攻撃予選なんで、アッパーガットも出るでしょう。さあ、これは見てからできる。あー、ウキアッパーガット、ワンピーガーのネリオ。さあ、今日は持ってんだ。さあ、水族からふわりくわりとやるのはサガット。ビールは1個も早く反撃をしたい。シックが溜まれば、シック一発分はダメージだって。さあ、伸びる、プヨって、さあ、ここにね、どうだ、ダメプレイ、ダメ、ちょっとダメプレイやめようよ。何かを考えてたのか、先ほどの白いサガットは大違い。さあ、こうなるとバイソンと思われるんですが、DJ は対処でしょうですね。さあ、これで完成で、多分バイソンに対しては、デガで、リーのマリとしても、リュウというギャップがの布陣ですかね。新進バイソンですか。さあ、新進バイソンも、このバイソンはまあまあなんて言ってましたが、さあ、しかし、ややサガットも、別戦のところ、さあ、これはしっかりと後ろがいる、ヤンピガンに投げたが、今日は死になるのか。あれ、おっと、悪いで強気。あそこを反応できるのは、まあ、四季ぐらいでしょう。さあ、バイソンは溜めてプレッシャーでいきたい。まあ、返したら全般見えますね。早めに溜める。さあ、これはバイソン側としても、やはりリードする時のスパガンを当てるのはそこまで難しくない。内容は怪しいときる、壊しを投げて飛び、おっと、これは詐欺っぽい。おっと、これは高さでしたが、最後はなぜかの隠し一般。おわ、安定強いですね。おちち、なぜかいい勝負になっちゃってる。さあ、早く食べたいな。時間が多い。ダイブは飛び、間に合う。あとよく見てる。さあ、これはサガットはリードしてるが、まだセーフティーリードがいけない。止まるの、止まると一気にひっくり返されるのは組みません。さあ、走っても届く。これは当たらなかった。下タイガー追い返る。さあ、なかなか当たらない。おっと、残り10秒。これはさすがに捨てないでしょ。アッパーさ、ダッシュアッパーの上買うのが IG。 さあ、そして大将のキーパー DJ。 よく上タイガー打ったな。DJ サガットも、まあ、DJ の方がちょっと有利なんでしょうが、結構難しい組み合わせのはず。飛びが入る。さあ、最近大活躍の DJ ですが、果たしてキーパー DJ どうか。さあ、引っかかる。おっと、これはちょっと上手かったじゃないか。さあ、上手かった。これは第一。さあ、ここら辺、一気に寄せ出す。仕上がってるんじゃないか。さあ、ど
どうしようもないといった感じ。完全に理事。アパートはしっかりず。これは DJ きつそう。マジ。打ってない。さあ、ウタが映ってない。さあ、DJ 何すればいいかわからない。さあ、これはめくるよ。おい、やった打ってない。アパート、さあ、これはしっかりして。さあ、勝ったのはベッドダイ。頼め。頼めです。じゃあ、負けたチームの超小江戸夫人対超餃子人で。町長チームでお願いします。勝ち負けでやりましょう。じゃんけんをお願いします。小江戸はいると、餃子は後ろにあのハゲです。じゃんけんを。どっちがいいワンピースペン。これワンピースペン。あ、じゃあワンピースペン。さあワンピー側は、向かって奥ですね。スピー側は手前、運営席側で。キャラはバイソンと DJ とリュウ。相手がチュンリー龍拳ですね。さあ、指揮成功のなんかアドバイス与えたんでしょうか。気になる。アドバイスしてる？アドバイスしてる？アドバイス、アドバイス。まあまあ、アドバイスした結果はこれだよ。もうちょっと頑張ってください。揃ってもう一人キーパーさんですか。試合ですよ。小江戸夫人対餃子。ちょっとタイトなんですけど、はい、じゃあスタートお願いします。さてここをカットがないと1位突破が厳しくなりますが、これは超人拳対キーパー DJ ですか。ケン DJ、 ケン DJ も、まあ DJ 4なのかな。ちょっとわかんないですけど、さあ持ち込みって高いベストマスがリードしてるのはケン。さあ勝利ない。今飛びはちょっとタイミングが悪くなりましたから。さあ DJ が少しずつ取り返してる。投げて勝利を見て、あと来たんで。さあ、あっと言わないんですよね、あれ。なんとなく。なんだなんだ。じゃあ、なんか仕込んでたの。何言ったの。だし。さあ、デビューくらい。さあ、クンに対してはネットにも消えなくても、まあ、いけるというのが、DJ でしょうか。じっくり言ってもいいと。ちょっと、これはあっと言う。これが、致命傷にならない。さあ、今日は徐々に押している。ロキガンは取り替え場にしたいとはず。一気に持っていくのは長尾のシャツ。さあ、巻いてきゃいかないと言っておりますが。さあ、ここは TJ がまたスタートよく見てる。綺麗に入って、勝ったのは、キッパー TJ。さあ、出てくるのはどんぴゅうか。最近結構印象深い。そうですね、リュウだったり、リュウだね。これはやはりリュウだという話ですが、まあ、やっぱり波動対象20代がどうするかによってリュウの難易度がだいぶ変わってくると思います。さあ削り6ドット7、8、9、10、15と出てきましたね。勝利ゲーム、しっかり見てる。スタコンを合わせる
っぱり臨時が難しそう、都会人と違ってるよね。さあここはなんとか餃子が取り返したいところ、まだ始まってないね、どっちが入ることも言えない感じ。さあ飛び入って、さあ鳥川を、右手の鳥川も結構強烈、もっと投げる、投げるの実行した。さあちょっと幅が生まれてるぞ、投げる、さあ中継へ、右手の投げも結構まあうざいですけどね、手に取った後なんかリークしそうな感じ。さあどっちも悪くないと思うけど、そういう手だったっていや開幕投げまくってるけど、さああとは止まってやった、チラシの音に騙し足込みが、さあ、ガイアスタイプが今は、今使えれば完全体験になると思います。ちょっと、場合は難しいと思うんですが、さあ、龍のペース、新規で6.7.8、さあ、DJ は5成功が入った。最後はスライディング第一、あれからやったらちょっとつながらないか、もうちょっと遅めに出さないと、なんで佐藤さんですね、なるほど。さあゴールデンバイザー大将はルールさん、さあどう、さあ投げる、ここら辺がバイソンらしいと言ってバイソンらしい。さあもっと、もっと入れたのか、これはしっかり上手くる。さあ何言ったところ、シャノチーポイントを切る、バイソンらしい。さあ、ルールバイソンはやはりリュウはきつそうですね。さあ投げて強気にいって、もう7割持ってかれてる。さあ今は引かなかった。ワイソンはやはり反応がやっぱりどうと変わってなかった。さあ最後はしっかり中間距離の波動面にストロン、相性の下準備。ここまでは、東洋チームが、まあ、いい感じで取って、まあ、作戦取れてた感じで、ちょっとリスタートった感じですね。さあ、草チームはここで1本取らないときつい。チームリーバイソンはややチームリー、ややだと思います、ややだと思います、いい勝負だと思いますよ。出るんだって、しょうがないじゃねえか、あれバイソン甘えてんじゃねえぞ、そうそうそう、いや、ちょっといいんだと思いますよ、うん、でもそんなにみたいな。さあ、チームこれ、きついんじゃない、見てからついてくる、あ、ないよ、あ、これはあれ、生活活動打ち上がり、スタバを重ねたら削らなくて、だよね、ヒットはもう終わりだよね。まあ、時間もなかったし、今のは様子見でいいんじゃないですかね。さあ、振りかな、まあいいかな。さあ、これはチュンリーっぽい。さあこれは何言ったか、何くずる。さあこれは上がるぞ、何がいかない、いいだろう、このままいい感じ、おっと危ね、ちょっと、さあお互い決めてないが残り10秒、一撃で決まってない、スタバになるぞ、おっと強しい、アッパークレイジーか今のは、アッパー褒めながら2、もうアッパーに血が出てきたんですね。さあ今取ったのでかいんじゃないですか、さ
시간 아니야, 시간. 시간을 한번 돌아가보자. 아싸! 사장님! 가봤다, 가봤다. 지금 좀 갔다 가자. 자, 여기 보여주세요. 어, 또 짜릿해! 코로나 그만다가! 자, 사장님 빙글때, 코에너 팀으로, 4인치 처리. ありがとうございます。 はい、次は、愛松坂対、白虎隊ですね。じゃんけんを。はい、伊勢さん絶対2ビート取ってください。白虎隊、白虎隊。これはちょっと負けたもん、もうステッパーでよくね。 川さん、コンテインだよ。何言ってんだお前。どっかで見たことあるのか、きついよ。そうですよね。じゃあ、こっちはキャミーが先方なんで、どうせレアでしょ。あれ、あれだけど、サバで終わるんだって。さあ、3-1。さあ。 タイガー対、イカジさあ、大阪のゾロゾロ多いんだけど、構成員ですね。いつもはこっちに住んでるっていう。タイガー、ここら辺の玉の下からの対応は相当うまい。じっくり作るタイプ。しかし、リードしてる中身。さあ、アンカーはちょっと遅いか。右から。 スタイルを壊し挟んで、さあ、これワンチャンあるよ。ダブルに当てて、ここはしっかりドイツ受けてくる。バックタップ。おっと、大キック、大キック勝てるか。さあ、これ、いざ大爆発か。さあ、リードしてるのワンチャンに。これはしっかり、どっちに番で投げる。 おっと、技が出てない。これは投げて、さあ、チラシダブルに1枚で、ブロックプレスで削った。さあ、これはまだお互い一発で決まらないか。これはナイトビーの赤身ね。さあ、よく、距離を見てる。 タイガーちょっと落ち着きを過ごすから、最高ダブルに。さあ、この倒し方というのは、なかなかリズムが使わない。我慢をする体勢ですね。ちょっとミスがあるか。ドキドキ第一、第一だと、ルイヤの壁勝ち。さあ、最後は、圧倒した。 さあ、次は岡本さんですね。お疲れ様でした。川本さん、どっちの点にしよう。そうね、出てますよ。僕のチームの試合全く見てない。さあ、これはやっぱり届かないか。 はじ、ダブルリーの200円を200円、ゴールを。ダブルリーの200円、200円、あ、勝負でしょ。下段にしましょう。なんだろう。これはスクールでいかない。タイヤ側もリードしてるので、まあ、スクールしたきゃしろよと。といった感じですね。相変わらず車が始まり。 第1、佐々木厳しいぞ。めくりにはいかない。中段はちょっと失敗か。ナイスか、牛。さあ、じわりじわりと。先制と対応台で安全に。 時上がりをしっかりと投げ。さあ、
それでは出てくるのは、ジャイさんなんですが、まあ一説には、まあ、サラットベガは結構一緒らしいです。まあ、ジャイさんなんで結果は押して知るべしというところなんでしょうか。しかし、しとないが、さあ、ダブルフィーが、マジックしかしない。さあ、タイガには、変な意味でのプレッシャーがかかっています。さあ、しかし、無難に、無難な選択肢を積み重ねれば、負けるはずはないはず。せっかく当たって、クラッシュ投げは反応している。勝ったのは逆個体3-0勝利。